よろしくお願いいたします。さてこの度開通します有馬自動車道有馬新宮インターチェンジから宍粟ジャンクション 11.5km は平成18年4月に工事着工し、約16年の歳月を経て開通の日を迎えることができました。言ってことは決して言葉だけではありません。今日集っていただいた一人一人にここのテクノに魂を吹っ込んでいくということで、今日は心合わせをさせていただきたいと思います。そしてこの日本中心としたこの世界を作っていくんだぐらいの気持ちで、今回の区間の開通によって辰野市から鳥取市に至る姫路鳥取線としても全線開通となります。播磨新宮インターチェンジでございます。のり面や橋などの構造物を構築して、土工工事発注から約6年の歳月を経てインターチェンジが完成いたしました。